はい、では皆さんどうもこんにちは、ゆるりです。今回もマインクラフトやっていきましょう。ということで今回も拠点紹介ということで、今回はですね、なんか石に囲まれた場所になんと、何これ、なんか水のさ、なんかウォーターキューブがあって、この下になんかあるね。これ何があるんだろうってことで、ちょっと見に行こうか。あ、これが入り口かな。失礼しまーす。ということで、なんか山になってる感じなんだけど、これ何なんだ、なんで作ったんだろうね。これ何もないんだけど、この施設なんか紹介してもいいよっていうことで紹介しに来たんだけど、何もないんですけど、まあ、なんか噴水があって、まあ氷の家があって、木があって、アスレがあって、終わり？なんだこの看板？え？は、気軽にラプと呼んでください。people who went to please contact、 絶対間違えてるこれ。ナイス、着いた、距離、座標を離した方がいい。楽しかったよ、来たぞ、食料欲しかったら、9月17、着きました、ゆうくん拠点教えて。なんだこれ、大砲記念、なんだこれ。これ何なのこの拠点は、知らなくもなかったボルトだよ、何の話これ。全然わからないよこの拠点、なんだこの拠点は。でなんか時計も置いてあって、今何時か分かるってことか。なるほどね、なんか地下なんかあんのかな。地下はまあ特になんもない感じか。でわざと階段置いてくれて優しいね、感じですかね。はい、ということで今回また短めな動画ですが、まあ最近アース MC が流行っててですね、あの東京 MC でも作ったろうかなと思ったんですけど、やっぱ母体がね、やっぱまあ 2BG と違うから、まあ作んなくていいかってなってやめました。はい、東京 MC 作ろうかなと思ったんでね、はい、まあリクエストが多ければ作ろうと思いますけど、まあそんな別に作っても多分なんでしょう、2B2D の母体はね、700とか1000とか、まあ、1500人とかいた時に作ってるから、まあ、相当来たんですけど、やっぱ母体がね、300だとやっぱ限界があると思うんで、作っても人来づらいかなって思うんで、まあ、作ることは多分ないと思うんで、っていうね、雑談交えて終わります。ということで、皆さんよかったらチャンネル登録とね、高評価よろしくお願いします。ということで、また次の動画でお会いしましょう。じゃあね、みんな、バイバーイ。